三滝入口交差点付近を越瀬町内反応しない、小瀬川分断地点。写真奥からは、県道61号線。手前は、林道となっている、埼玉県道61号小瀬長沢線は、埼玉県入間郡を瀬町西和田の埼玉県道30号、反応より線から、反応し長沢の国道299号を結ぶ、主要地方道である。 実延長は 11.77km。途中、小瀬町黒山から反応し、長沢までの区間で、自動車では通行不能となるが、林道を経由することで乾燥することは可能となっている。2020年3月31日に区域が変更され、西和田付近が起点となった。なお、起点から終点までの間に信号機は三滝入り口、交差点。 バイエン小学校前、黒岩交差点、起点の4カ所しかない。また、小瀬町内はほぼ全線をペカー沿いを走ることになる。期日の通り、小瀬町黒山から、反応市、長沢までの区間は、未改良区間となっており、この区間に、ほぼそう形で、ハイキングコースが設定されている。反応市では、平成21年3月改定した反応市とし、 計画マスタープランにおいて、地域連携軸や地域間幹線道路として位置づけ、機能強化、整備促進を図ることとされている。以前、この未改良区間をトンネルで結ぶという計画があると噂されたことがあり、反応市議会で一般質問として取り上げられたが、市の建設部長が、検討局では現在トンネルの計画はないと答弁している。 県道五瀬長沢線の区域の変更埼玉県法定期第93号平成10年3月17日反応市議会会議録ありがとうございます